努力開花であったりとかキャリアプラットフォームみたいなところの意識は常に感じているうん、うん、チャレンジャーの方々がすごく多く在籍をいただいているんじゃないかなとには思っておりますうん、うん、皆さんこんばんはジョブディスカバリーオンライン秋本日最後のセッションです司会を務める小笠原舞子ですどうぞよろしくお願いいたします そしてこのセッションはハウテレビジョンの紹介となりますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますということで早速セッションに入っていきたいと思います改めましてご紹介させていただきますハウテレビジョン取締役 COO 兼人材戦略部部長池内敦さんですよろしくお願いいたします そしてマーケティング部外資就活マーケティングチームリーダーの岡田智樹さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今回はこのお二人からお話を伺ってまいりますまずは企業説明パートということで会社の概要そして自己紹介なども含めて池内さんからよろしくお願いいたします、はい、はい。では早速ではありますがハウテルビジョンの説明と我々の自己紹介をさせていただければなと思っておりますが まずちょっと私の自己紹介からさせていただくんですが改めて池内と申しまして今ですね大きく分けると3つの役割になっていまして取締役 CO という立場とちょっと後ほどもお話が出るんですけれどもビジネス本部の本部長という立場と人材戦略部部長という立場で参加をになっているんですが今日は人材戦略部部長という人格と取締役 CO という人格でちょっとお話ができればなというふうに思っていますで私は今入社して大体4年半ぐらいになるんですけれども、うん まあずっとベンチャーバターを歩んできたんですが、まあ、入社した時はですは、ね、全く役職もなくメンバーとして入社をさせていただいていて、まあ、今日一緒に登壇させていただく岡田さんと最初に会った時は多分それこそメンバーという肩書きでお会いをさせてもらったんですけれどもそこからまあリーガのビジネス部門全体を統括するようになって、まあ、その後外周活ドットコムリーガそれぞれのビジネスを統括するようになってでそこは執行役員になって CEO になって取締役になってという、まあ、そういったキャリアを歩ませていただいています。で まあ普段はです、ねあのまあ、ゲームをめちゃくちゃやってはいるんですが、はい、まあ休みの日とかはもうゲームばっかりやってたりだとかあとはまあ歩くのが好きなのであの、まあ、1日1万歩から1万5千歩ぐらいは歩くようにはしていますというのが簡単な自己紹介でありますので改めてよろししくお願いします。じゃあ岡田さん。改めて岡田と申します。 先ほどもありましたが私は今マーケティング部というところで外資就活ののマーケティングの責任者をやらせてていいただいておりますで。2021年の4月にこの会社に新卒で入社をしておりまして、まあ、経歴としては書いてある通りで、えっと、化学を実は6年間ずっと専攻しておりまして、まあ、マーケティングは全くやったことなかったんですが、まあ、入社にあたってマーケティングをやりたいですという話をさせていただいて今やらせていただいているといったところでもともとはまあプロダクトマーケティング ネジメントを中心とした部をスタートしてその中に、えっと、マーケティングチームができてそこからは部として独立して今に至るといった形の経歴ですでまあ就活時にいろいろ迷った会社が、まあ、3社ほどございますが、まあ、コンサルティングファームメガベンチャーメーカーなどのどっちかというとマーケティングであったりとか経営企画みたいなポジションと迷った結果今ハウテレビジョンに入社させていただいているといったキャリアを演んでおります、はい、どうぞよろしくお願いいたします、まあ、岡田さんはあの 当社のの新卒1期生にはなりますので、まあ、というのと先ほどありましたように私が先行の段階で一番最初に会った社員でありその後その入社に至るまでのリクルーターという形で、うん、まあずっと悩み相談とかなんかもずっと受けてきましたので <laughs> その辺りの話なんかも今日はできたらいいかなというふうには思っておりますので、はい、あ二人でちょっと今日は臨ませていただければと思っております。ますで簡単にちょっと、まあ、ハブテレビジョンの会社に関してのご説明と、まあ、事業の内容だったりだとか今後の展望の話をまずはさせていただければなというう思っていますけれども。 2010年に立ち上げをした会社で今14期目を迎えておりますで、まあ、創業して、まあ、創業ビジネスというわけではないんですが創業初年度から外周ガズドットコム事業をスタートさせていただいて、まあ、私入社した頃と近いんですが2019年4月にマザーズの上場をさせていただいているという状況になりますが外周ガズドットコムを起点として2016年からリーガというサービスを展開をさせていただいて2021年から新規事業であるモンドというサービスをリリースをさせていただきました。 で今社員は大体65名ぐらいにはなっておりますので、えー、まあ上場した時は大体30人いるかいないかぐらいの規模感であったので、うん、まあその頃と比べると大体倍ぐらいの人員規模にはなってきております。でまあ、事業の内容の前にまず我々のコーポレートミッションのお話をさせていただけるといいかなと思っていまして全、えー、人の能力を全面改革世界を変えるというのは非常に壮大なあのミッションを掲げさせていただいているんですが、うん、まあ若干この解説しましょうかさせていただくと、まあ、世界を変えていくというものに関しては 例えば、まあ、地球規模で起きているような社会課題が解決されていくこと、その社会課題を解決していく過程の中でイノベーションが起きていくこと、まあ、これを通して世界を変えるということを実現をしていきたいと思っているんですが、例えば、社会課題をそもそも課題として設定するのも人であり、それをどうやって解決に導いていくかというのを考えるのも人であり、うん、イノベーションを起こす過程においても、えーまあ、こんなことができたらいいんじゃないか、うんで、そこに対してどうやったらできるのかというのを問い続けるのも人であるというふうに考えていまして、 その人が能力が開花されていく結果多くの,その社会課題だったりイノベーションが起きていくでそれは我々は能力開花というものをテーマとさせていただきながらあの多くの課題が解決されていくことを実現したいということを考えている会社になっています。で実際今外資がずットコム事業というものが売上の基盤利益の基盤にはなっておりますのでこのコーポレートミッションと比較をさせていただくと非常にまあ乖離があるように見受けられることも多いかなと思っていますので。 このコープレートミッション実現に向けて、まあ、事業を通してどう実現していくこうとをしているのかというのをお話をさせていただきたいなと思っていましてえちょっとまあ既存事業の前に、まあモンドというまあ新しいサービスのお話からさせていただくといいかなと思っておりまして、はい、2021年からスタートさせていただいたモンドというのは Q&A プラットフォーム、まあ、これには知見共有プラットフォームと書かせていただいておりますけれども えー、良質な問いにあふれる、まあ、プラットフォームとなっていまして実際そちらの問いに対して回答いただく方々が、まあ、各領域の専門分野に長けた方々に、えー、例えば学者の方々だったり大学の教授の方々だったり、うん、エンジニアの方々だったりとか場合によっては小説家の方々。 最近でいくとその分野を多角化をさせていただいているんですけれどももう日夜良質な問いと回答にあふれるようなプラットフォームになっていっているんですけれども先ほどその社会課題を解決していく過程においてその社会課題を課題と定義をする過程においても問いというものが非常に大きなテーマになっていると思っています。うん、で個人の能力を開花させていくシーンにおいても自問自答を繰り返していく中で、まあ、例えば自分自身どういうふうになっていくべきなのかっていうのも一つの問いだと思っておりますし。<laughs> この問題に対してどう解決していくかというところを問い続けていくことも含めてだと思っていますので問いの精度を高めていくということが、まあ、個人の能力開花をしていくことのみならず、まあ、多くの課題を解決していくことにつながっていくと思っておりますので、まあ、日夜その良質な問いとまあ回答にあふれるプラットフォームに触れていただくことによって多くの方々の能力開花につながっていくんではないか、まあ、問いを立てる精度を高めていく、まあ、あ一助になっていくんではないかなって考えておりまして。 で、こちらに関しては、日本で、例えばプロダクトとして成立をさせてから、グローバルにしていくとかではなく、もう、はなから、もう、グローバルに、かまあ、なんですか、展開をされるようなプラットフォームとして、作り上げていくことを前提として、まあ、今、01のフェーズではありますけれども、事業展開をさせていただいたい,いうような状況になっています。なので、モンドを通して、あの、まあ、我々のコーポレットミッションをダイレクトにつなげていくということはやっていきたいなというところが一つあるんですけれども、一方で、そのキャリアプラットフォームとして展開をさせていただいている第一週、外資収活動とかもリーガというものを基盤に、えー、 コンミッション実現もやっていきたいなと思っているんですけれども我々キャリアを通したその能力開花支援をあのやってプラットフォームをやっていきたいなと思ってはいるんですけれども一方で今はその就活転職というもう局面に切り取って能力開花支援をしているに過ぎないというふうに捉えておりますので、うん、まあ外資就活ドットコムを通して出会ったユーザーの方々に向けてそのキャリア選択という領域に限らない 能力開花につながっていくようなプラットフォームというものを多角的に展開をしていきたいなと思っておりますのでちょっと後でもお話ができたらなと思っているんですがまあ単純に外資就活ドットコムを運営していきますという会社ではないということは今日ご理解いただけるとありがたいかなと思っていますのでまあモンドを通してグローバルに展開をしていくという話とキャリアプラットフォームを通してキャリアを通した能力開花を支援し続けるようなあのプラットフォームを作り上げていくというまあこの日本橋で現代会は進めています。 でこちらを進めていくにあたってさまざ、あ、まなもちろん領域に対して価格、まあ広げていきますということもあるんですが、まあ、実際今も進めているんですが例えば M&A を進めていくであったりだとか他社とのアライアンスを進めていくで順投資を進めていくということなんかも進めておりますので、えーまあ、今後その外資学 .com のユーザーに向けてよりその能力開発につながっていくようなプラットフォームがあるのであれば、まあ、M&A を進めていくも含めてではありますが、えー、徐々に広げていきたいなといううに考えております。 これもちょっと記載はしているんですが、右側に出資という言葉を書かせていただいているんですが、今年に入ってからですね、幼児教育、あのパーソナリーズ化された幼児教育のプラットフォームを展開されている企業様に出資なんかもさせていただいたんですが、キャリアプラットフォームとして将来的にやっていきたいなと思っていることとしては、今、 外資就活 .com を使っていただいている皆さんというのはそれこそキャリアのことを深く考えながら未来に向けて大きなチャレンジをしようとされて、うん、その中で就活という行動まで起こされていらっしゃる方々、うん、で感覚的にではあるんですけれども就活生全体の5%パーから10%パーぐらいがそういった方々なんではないかなと思っているんですが、うん、もちろんその方々に向けて価値提供を最大化していくということもやっていきたいなと思っているんですがそういった方々自体を増やしていくということもその日本の未来を担っていくような方々もしくは 日本から飛び出し世界にチャレンジするような方々を増やしていくということもやっていきたいなと思っている中で、そうなってくると例えば大学1年生、2年生に向けたキャリアを考える機会を提供していく、もしくはその大学の学部選択をしていくタイミングでそのキャリアのことを深く考えていくであったりだとか、あるいは教育、本当にもう幼児教育もそうですし、親からの教育だったりとか、そういったところも変えていくみたいなことも含めて、ちょっとまあ遠い未来になるかもしれませんが、チャレンジをしていきたいなというふうに考えております。うんはい、簡単ではい 簡単ではないですか。簡単ではありますが、ちょっと会社のことに関して、ご説明させていただきました、はい。はい、ありがとうございます。ちょっと池内さんにいろいろと伺っていきたいんですけれども。はい、先ほど、あの事業ありました。外周、うん、リーガー、そしてモンドというふうに事業を通して。はい、今後、その実現していきたい、その能力開花について、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。はい、そうですね。まあ、まずモンド。 キャリアプラットフォームそれぞれでお話をさせていただけるといいかなと思っていますけれども、はい、まずモンドで実現していきたいのは、まあ、先ほどもお伝えをさせていただくとおり、はい、その問いを立てる制度というものだったりだとか、うん、その角度を高めていくことというのが個人としての能力開花につながっていくということもそうですし、うんえー、それを通してまあ向き合うなんですかね周辺環境と言いましょうか、うん、の課題に対しての,その精度も上がっていくというふうに考えておりますので結果として多くのことが解決されていくというふうに考えています。うん 問題に関しては、まあ、今もそうなんですが専門家の方々の問いと回答というのはどんどん増えてきておりますので、はい、例えばまあ特定の領域において、まあ、変な話でありますけれども検索をしていろいろと情報を調べるであったりだとかはい、はい、場合によっては SNS を持って調べていくというのを比較をしても、うん、最も信の信憑性の高い情報が集まっている世界というのも作っていけるのではないかなと思っていますのでそういったまあ情報が集まってくるとそこを通して全く別の事業モデルを生み出していくだったりだとか、うん、それを通して 多くの方々にその能力開花につながっていくような問いを例えば立てる精度を上げていくみたいなことなんかは、うん、支援ができるんじゃないかなというふうには考えています。うんうん、でキャリアプラトームに関しては、まあ、先ほども申し上げた通り、はい、そのあくまでもその就活を通して例えば自身のキャリアを最大化していくようなキャリア選択をするという観点もそうですし、うん、もちろん転職を通してキャリアを最大化していくということもそうなんですが、うん、例えばまあ分かりやすいところでいくとそのキャリアを積み上げていくにあたって、まあ、こういったスキルが足らないよねというところに対して。うん まあご支援をさせていただくってことうこも一つそうですし、うん、まあ多くの方はなんかそこまで行き着かないそもそも自分自身ってどういうキャリアを歩めばいいんでしたっけとかど,、ね、どういうふうに歩んでいくことによって自分の自身がより豊かになっていくんでしたっけとか、うん、なかなかそこは見つからなかったりもするので、うん、まあそういったところをより精度を高めていくといいましょうか、うん、その羅針盤になるようなものをご提示をさせていただいたりもしくは自らがその道を展開ができるような形をご支援をさせていただくということをやっていきたいなと思ってますし最後申し上げさせていただいた えー、そもそもチャレンジ をして、まあ、キャリアに望むような方々を、まあ、もっと増やしていきましょうか。まあ、私も、あの、いろんな、まあ、就活生の方々、転職活動されていらっしゃる方々、もちろん仲間うちもそうなんですが。仕事をするというものに対して、ものすごく前向きに捉えている方もいらっしゃいますが。まあ、仕事が辛いものであるだったりとか。まあ、まだまだ日本ではなく、こう、そういうね、文化という雰囲気がね、取り除かれてない。んですよそうですね。まあ、そのあたりは、あの、もっともっとやれることはあるんじゃないかなと思っておりますので、もちろん段階的。 になるかと思いますけれどもキャリアプラットフォームとして、はい、まあ多くの付加価値を提供できるようになっていきたいなと思ってますので赤井集合 .com の まあ進外資型も起点としていろいろと進化を遂げていくフェーズであるということは一つご理解いただけるといいんじゃないかなとは思っていますなるほど知見共有プラットフォームに関しては今ってそのインターネットの台頭で本当にこう調べたいことをグーグルに検索すれば大体は出てくるようになったんですけど、はい、あまりにも情報量が増えすぎて本当にんでしょう検索する人のユーザーの,あのリテラシーによって得られる情報って全然違うかなと思ってて。そ、はい、そういった意味ではのを 僕はモンドさえ見とけば、はい、その一流の専門家だったりとか、本当にその知見がある人たちから。情報を得られるっていう、その例えば、じゃ、リテラシーがそこまで高くない人でも。まあ、その情報格差っていうものが感じず、感じることなく。情報を得ることができるように、ゆくゆくはなっていく可能性が。いくらでもある。はい、まあ、うん、あとは A. I. なんかでも、今もう調べれば、あの情報が得られるようになってきますが。うん、ただ、まあ、これは A. I. でやったとしても、検索であったとしても。はい その質問の意図を深く読み取っての検索結果が出てくるかというとそうではないというのがあると思っていで基本的には使い分けなのかなと思っていまして基礎情報に関しては AI であったり検索を通して得ていくでその中でより深く突っ込んだところだったりとかに関してはモンドを活用していただきながら理解をしていくという,うん、うん、そういったシーンなんか生まれてくるんではないかなと思っていますので、まあ、両立していくものであり まあ AI が発達すれば発達するほど今度のようなものがまあ超歩されていく未来には来るんじゃないかなというふうに思っています、はいうん。なるほど、明確に住み分けされているわけですね。はい、ありがとうございます。続いての質問なんですが、はい、先ほどあのこう初めて出資をしたというお話もスライドの中でありましたが、はい、その背景だったりとか、はい、まあ今後。 どういった事業だったりどういったサービスを拡大していく予定なのか会社としてというところを教えていただけますすでうそねまず出資の背景からお話をさせていただくともともときっかけはそのご紹介があって、うん、あのご縁をいただいたというところがあったんですが、はい、あの先ほどもお伝えしたとりそのキャリアプラットフォームを延長線上と言いましょうか、うん、そのよりチャレンジをしていく人を増やしていくであったりだとか、うん、いうことを考えている過程の中でそのパルツさんという、まあ、出資をさせていただいた企業様がやっていることに関してはその6歳までの あの中で例えばどういうまあ創造性を身につけていくかというところがやっぱりもう醸成をされていくまあ一つの期間として6歳までというのがあってそこでその培ってきたそのクリエイティブ ところがその先の未来を大きく開いていくというところを考えていらっしゃる会社さんでして、うん、そこというのは先ほどお話しさせていただいたような将来いろいろと冒険心を持ちながらチャレンジをしていくであったりとかうん、うん、そういったところ密接につながっていくのではないかなと思っていまして、うん、ただまあ外資就活を起点とすると例えば大学1年生向けのサービスとか。うん、確かにちょっとと一見するとね 今の外資型動とかも起点に順次にその年次を若返らせていくサービスを展開していくっていうのは一つの道でやってはいくんですけれども遠い未来のことを考えていた時に今のタイミングから出資をさせていただくことによって場合によってはどっかで合流地点が来るといいましょうか幼児教育からスタートして段階的にその年次を上げていくということとその我々のサービスの展開をしていく中でその就活から。 まあ大学1年生だったり高校生というところにやっていく過程の中で場合によってはまあつなげていくこともできるんじゃないかなと思いましたので出資の意思決定をさせていただいたという形になっています。でキャリアプラットフォームのまあ行き先というのはまあすごく多角的に考えています。申し上げさせていただいた通りそり外資就活ドットコムを起点にご縁をいただくユーザーの方々に向けてあのまあいわゆる 2C サービスをさまざまな角度から展開をさせていただくこれはまあ外資就活ドットコムの中の機能として展開していくということも一つあると思いますし。 外資 com アカウント基盤というものを生かさせていただきながらさまざ、あ、まな事業を展開していくという形もあると思っています。もう一つの軸としては 実際、例えば就活転職を経てご入社をされる企業様が例えばより能力開花をされるような能力発揮をされるような環境づくりをしていくようなゥー b ビジネスなんかも展開をさせていただけるといいんではないかなと思っていますので、まあ、明確にこの分野だけやりますだったりとかここからやりますのもというのはものすごく明確に決まっているかというとそわけではないんですが去年、まあ、も MA も投資しながら多角的に展開していくということ自体はもう決めている状態にはなっています。 なるほど確かに本当にこう今ね皆さんの就職活動を支援して、まあ、こういったイベントも開催していますけれども、まあ、実際にこう内定を取っていきたいと思っていたジャンル、まあ、本当企業に就職したとしてもそこからこう自分自身の能力を 100%120%、まあ、ぐらいまで開花できるかと言われるとそれが一体どれぐらいの学生さん、まあ、新卒の若手の皆さんが開花できて発揮できているかと言われるとなんかそこも 難しいところかなと思っていて、ね、やっぱり離職率とかもまあ問題になってますし、はい、そのだからこそその内定までの意思決定だけじゃなくて、その先ももしかしたら今後、はいね、こ能力開発という軸でこうサービスを展開していく可能性もあるというところです,、ねはい、そうですね。これはあの社員のマネジメントさせていただく中でも同様に考えていることではあるんですが。はいはいはい 自らがよりその成長していきたいだったりとか大きなチャレンジをしていきたいというのは今お話しいただいた通りで自らの能力が最大限発揮されている状態で次なるチャレンジをしようとした時にあれこれって実は足りてないかもだったりだとか新たなトライにはこういうものがまだりあ、まあ、分からないなとかやりたいけどできないなというところが初めての次なるチャレンジのためのインプットしようだったりとか。 あの学ぼうというところにつながっていくんだと思っているので、うん、まあ能力をまずはその発揮しきる環境づくりをしていくっていうのは大,大,大事だと思っていますし、うん、まあその先にその能力開花につながっていくというものは思っているのでお話大体だいてるとおり、うん、あそこはやれるといいなというところと今でこそも転職というものがもう当たり前の時代にはなっているので。はい まあ就活っていうのはあくまで一つの過程でしかないと思っていますので、うん、まあその後の自らのキャリアのゴール、まあ、もしくは人生のゴールをどう捉えるのか、そこに向けてどういうステップを歩んでいくのかっていうところの、まあ、一つの過程として就活があるんだと思っていますので、うんうん そのあたりも含めて、あ網羅的に、活利益はしていきたいな、というふうに考えています、うん。なるほど、ありがとうございます。やっぱり、そのどうしても、こうミッションが大きくて、壮大な分。はい、それを、こう掲げている、社内はどうなのか、というところも、はい、ぜひ、ちょっと、お伺いしていきたいですけれども。うん、あの岡田さんの方に、ちょっと、お伺いしたいと思います。はい、入社して、二年半、経ちましたけれども、うん、こう普段の仕事。の中で、こう、まあ会社のミッション、であったり、こう目指す先、っていうところが、うん、あ、紐づいているな、だったり、うん、あ、ここって、自分が意識しながら。 うん、仕事できているなななと思う瞬間どんな時になりますかねこれに関しては毎日感じてるなっていう,う思ってて私たち就活メディアっていうまあ一般的なウェブサービスっぽいものを運用しているっていう結構見られがちではい、はい、例えば、えっと、よくあるのはマーケティングの手法として SEO を頑張りましょうとか広告の PDC 回しましょうとか、はい、そういうことしかしてないんじゃないかっていう話をよく聞かれること多いんですけれども、はい、そこも一部としてやっている方はもちろんなんですけど、うん、そこだけに終始してないい <で>うん、合言葉が一個あって、はい、そ,それって本当にユーザーのためなんでしたっけっていうところを日々通ってるところで例えば昨日ちょうどメンバーの方と話した内容なんですけど、はい、就活において内定がゴールなんでしたっけっていう議論をすごくしておりまして例えば内定をしたけどそれがなんか結構消極的な理由例えば留年できないよね、うん とか思ったところに内定できなかったから仕方なくそこに行くんだみたいな方がいらっしゃった時に私たちとして内定をゴールとしてたらそこはクリアしてると思われがちですけどじゃあ私たちって運営してるのはキャリアプラットフォームなのでって考えた時にその人の キャリア中長期で考えたときにそれは正しいのかじゃあそこが起きないようにするためにはどうしたらいいのかみたいなこの議論を実はちょうど機能させていただいて,おりましてただちょっとまだ会とかじゃあどうやってやっていくのかってところはまだ考えていかなきゃいけないんですけどっていうようにただただメディア運営してればそれがいいっていうことはなくて日々もう皆さんユーザーの一人一人があのよりいいキャリアを早めるためにはどうしたらいいのかってところを本気で考えているってところが。 毎日感じられているので、まあ、ある意味先ほども、はった話ですが、能力開花。であったりとか、キャリア、プラットフォームみたいなところの意識は、常に感じているところであります、うんうん。なるほど、まあ、本当にこう仕事だけを切り取ると、まあ、ゴール、はい、成果を出しているっていうこと、うん。 かじゃあちょっとその裏返しでこうヒアリングだったりとかして、うん、本当にそれがそのユーザーのためになっているのか、うん、本質的な課題解決になっているのかみたいなところを常にこう向き合うようなこうコミュニケーションを会社の中社員同士で取っているというところですかね。ですね本当にだから日々このこれ今やってることっててると 正ししいんでしたっけっけていうのを常に問う、うん、通っていてちょうどここ来る前にもイベントの話がちょうど今やってたんで話したんですけどこの形で皆さんに情報適切な情報って今届けられてたんでしたっけとかここからさらに受けたいってなった時の動線とかちゃんと作れてたんでしたっけとか、うん、もういろんな課題があるのでそこをどう解決していくのかっていうのはもう日々今やっできてるからいいじゃなくてよりよくできたらするためにはどうしたらいいのかってところを もう社員メンバー一丸となってやれているってところが一度特徴ななのかなと思っておりますす、うん、さん2年半ですよね入社して2年半でもなんかこう常にそのミッションがもう頭にあるというか仕事に向き合う上でなんか常に考えられているって、うんうん、結構その、まあ、前者としてミッションって浸透されてるのかなと思うんですけどそのミッション浸透のためになんかこう。 会社として取り組んでいること、池内さん、どんなことがありますかあ大前提、じゃ浸透しきってるかというと、まだ浸透していないと思っていて。ぜひぜひぶっちゃけのお話を。まあ先ほどお話いただいた通り、ミッションが壮大すぎるんですよね。で実際、もともと外周月のところをメインで授業としてやってきた中で、やっぱそこが遠いよねというか、経営チームとしても課題意識があったので、まあ今年に入ってからまあコープレートミッションを再定義しましょうということだったりとか、それと紐づいて、 まあ、プロダクトミッションといいましょうか外周型とこのリーガーも含めたキャラプラットフォームってそもそもどういうミッションで何を目指すのかっていうのを最適をま,まさに今年やってたんですよね。なるほどでそうした時にまあ一つテーマとして入れたのがその、まあ、ちょっとこ細かいところ活用をするんですけれども、まあ、次世代のリーダーを育みっていう言葉を一つ入れているんですけれどもその育むっていうのはその次世代の,そのリーダーとなり得るような方々をそもそもまずは生み出していくところ。 でその結果として育てていくことも含めてですが育むという言葉に込めていて、まあ、そやっていこうということをお伝えしてから少しずつではありますけれどもはい、はい、まあなんですかね、うん、身近なところにそのミッションがつながってくるといいましょうか。うんうん ででき始めたぐらいいのレベルかなと思います浸透、うん、しているとはまだまだちょっと言いづらいかなというふうには思ってます。うんうん、なるほどじゃあまあ本当に今まさに浸透に向けてよりその抽象的なものをこう具体に落とし込んでいく作業の最終ま、はい、っ最中というところであとはもう組織的なお話をさせていただくとすごく私が入った頃なんかはやっぱり組織としてまだまだ成熟をしていなかったうん、うん、まあ別に今も成熟しているわけではないんですけれども、はい、していなかったところから徐々にそのまあ経営、まあ、代表、まあ、創業者である代表 経営チ,、はい、チームと部長陣マネージャー人、はい、でそことリーダー人、メンバーという形である程度経営チームが伝えたいことを同じような流度でお話をいただく、うん、まあもしくはその受け手によってその解釈がどうしても変わってきてしまうところがあるので、はい、翻訳をいただきながら伝えていただける方というのがまあ徐々に徐々に増えてきているので、うん、まあその結果として少しずつ浸透はし始めているのかなとは思っています、うん、なるほど、ありがとうございます。 では続きまして働く環境や、はい、ぜひあの求める人物像についてもお話をいいいたただきたいと思いますす、はい、りまましたそうですねなのでねなずと大事にしているカルチャーのところからお話をさせていただけるといいかなと思っていまして、はい、オーナーシップチャレンジトランスペアレンジユーザーファーストリスペクトこの5つを抱えているんですがあの、まあ、これ、ちょあと後で岡田さんの意見も聞きながらかなと思うんですがそ、はい、らく。 まあいろんな会社私も見てきましたがそのカルチャーの浸透度だったりとか体現をしようとする度合いはかなり高い会社なんじゃないかなというふうには思っていますただもちろんそれが体現しきれてるかどうかというとまだまだかなと思っているんですがなのでちょっとこの割に関して一つ一つちょっと解説をさせていただけるといいかなと思っていましてまずその一番上のオーナーシップとチャレンジというところに関してなんですがよくあの私はまあ部長人であったりまさか岡田さんも含めたリーダーに対しても伝えているんですけれども、うん オーナーシップを持つというのもいろんな捉え方があってですね、うん、まあ自分自身が担っているミッションに対してオーナーシップを持つこれは当然ですよね、はい、そうではなく例えば自分自身が関わっている機能であったり領域、うん、もしくはもう例えば外周がドットゴムという事業であったりだとか、うんえー、例えば会社というところに対してまずどういう目線でオーナーシップを持ってますかという話、うん、もう一つがその時間軸の話をよくさせていただいていて、はい、今起こっている課題というものだけを捉えた 話をしているのかさっきお母さんもあったようなその、はい、こういう状態を目指したいよねという未来志向で課題を定義するのかだったりとかいうのでもうな基本的には目線と時間軸でどこにオーナーシップを持っている人なのかによって捉える課題の大きさだったりだとか、うん、難度だったりだとかいうのが変わってくる結果的にチャ,チャレンジの度合いが変わってくるんですね。 なのでできるだけその高い視座で未来志向で考えられるような方々に集まっていただきたいと思っていますしそういった社員の比重というのがどんどん,どんどん上がってきているというのが最近の話なんじゃないかなと思っています。でトランスペラシーというのは2つの意味合いがあって1つは透明性1つは率直なコミュニケーションをとりましょうという話をさせていただいているんですが先ほどあったオーナーシップを持ってチャレンジしようにしてもその正しい情報がないことには正しい意思決定ができないと思っているので。 できる限りその情報のの公開といいいうものはさせててただいてますちょっとページが飛んでしまうんですけれども例えばまあコミュニケーションツールとして使っているスラックであったりだとか、はい、まあドキュメント通信のノーションというものを使っているんですが可能な限り全社にオープンにさせていただくという形をとってます、まあ、どうしても人事情報であったりとかはい、はい、なかなか公開できないものがあったりするんですが。 なので基本的には情報がオープンになっているのであの触れようと思えばどんな範囲であったとしても情報が触れられるようになるので、うん、そうすると自らが意思決定をいるとしていかなきゃいけないという指針になった時に、うんまあ、もうすぐ限定的な情報だけで、えー、判断をするのか多面的に捉えながら情報を仕入れながら判断するのかで精度がかかってくるので、うん、そこは情報の改善にはやっています。 本末先頭だと思っていますので,うです、ね、もう立場とかの垣根を超えて率直にコミュニケーションしましょうという意味でトランスペアリシーというのを掲げています、うんでまあ、最も大事にしているのはもうユーザーファーストですまあ、先ほどお母さんからもあった通り本当にユーザーのためになっているのかであったりだとかで、我々はプロダクトを運営をさせていただいてもちろん営利企業であるので売上利益を追求はしてはいくんですけれども、はい、ユーザー のためにななっていかないかと結果的に数年経ったときにユーザーが離れてしまうプロダクトになってしまうと思いますのでまあそうすると結果的に長い目で見たときに事業がまあ成立しなくなっていくという危惧をしておりますのでとにかく短期的な売上利益を追求するではなくしっかりとユーザーに向き合ってユーザーが熱狂するプロダクトを作り上げ続けていくことによってえ長い未来かけて大きく事業を成長させていこうという思いを持っています。 リスペクトに関しては、まあ、大きく言って2つですかね、まあ、もちろん当たり前のように敬意を持って接しましょうというとこともそうなんですがわれわれのななんです,かすごくきれいな能力のパラメータを持っている人たちがいるというよりは、はい、強烈な強みを持っている場合によってはあのちょっと苦手な部分だったりとか、はい、多い人もいるんですがその強烈な尖りをお互いに認め合いながらそれぞれの強みが最大に発揮される環境作りをしましょうというのを込めてリスペクトというものを入れています。はい ただ基本的にはこの5つのカルチャーというものを大事にしながら事業運用させていただいていますというのがまず1つです。うんうん、で、えー、ま上場しているという観点と先ほどもあったようにその外資就活のところ一定認知度の高いプロダクトであり、はい、成長もしっかりと遂げているものなので、まあ、安定的に成長している会社というイメージを持たれることがどうしても多いんですけれども、はい、先ほどもお伝えさせていただいた通り、まあ、これから大きく進化をしていこうというまさに分岐点に立っているタイミングにはなりますので、うん その機会というものを、まあ、何でしょう現状でいくと新卒の社員の比率というのはまあ13%ぐらいになってますが、まあ、今後その新卒採用の比率というものをどん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 高めていきたいと思っていますしうん、うん、これから新しい事業がどんどん生み出されていく過程の中で、はい、まあ多くの事業責任者であったりだとか例えば分社化を進めていくとなった時の経営チームというものを例えば新卒の方がどんどんお任せをしていくみたいなこともやっていきたいなと思っていますので。うんうん チャレンジャーの方々がすごく多く在籍を頂い,いているんじゃないかなというまあどういった方を求めたいかというと、まあ、コーポレートミッションに対する共感というのも大事ですしこれから我々が大きくチャレンジをしようとするこの環境に対して、はい、まあ面白そうだなって思っていただける方はまず一つかなと思っていますし。 その誰かがその決めた道を走りますではなく自らがその道を開拓しながら走り続けていくということをまあ良しとする方に関してはぜひ来ていただきたいなと思いますしまあ変化が楽しめるかどうかもそうですし自ら変化を引き起こせるかどうかだったりとかまあ去年は主体性を持って物事を捉えながらチャレンジをしたいという方にとっては本当に面白い環境だと思っていますので。 まあ、そういった方々にはぜひトライをしていただけると、いいんではないかなというふうに思っています。うん、っていうのは、一旦ちょっと私からお伝えできればと思っています。ありがとうございます。こう、まさにね、その若手の皆さんが裁量を持って活躍というところで、うんはい、岡田さんはね。あの、先日、マーケティング部のリーダーになったというふうにお伺いしましたけれども。はい、あの、少し時を戻して、その実際、その就職活動中に。はい、まあ、コンサルティングファームだったりとか、はい、メガベンチャーといった、まあ、選択肢の中から、はい、その。 お母さんはハウテレビジョンというところを選ぶんだそのゆえんというかっていう教えていただけますか。はい、ありがとうございます。まあ、どこから話すかっていうところもあると思うんですけど。<laughs> はい、えっと、まず。最初、冒頭自己紹介のところにも、話させていただいたんですが、うん、工学部。っいったところにいたので、はい、やっぱりものを作りたいなっていう気持ちはありました。ただ、そのものを作るってなった時に、実はものを作るプロセスを、まあ、分解していくと、何を。 作るるか決める誰のためのプロダクトかっていうのを決めるそして何を作るかを決めるそれをどうやって作るかを決めるそしてそれをちゃんとユーザーに届けるっていうこの4つのプロセスになるんですけど正直に言って工学部にいた同期の方たちってやっぱりめちゃくちゃ優秀で、はい、何をどう作るかってところにはめちゃくちゃ関心もあり、はい、少し精度高くできるんですけど行って誰のためにってところとそれを届けるってところに興味ある人ほとんどいなくて。あなるほどです でかつそこがじゃあ特にちょっと領域狭いかもしれないですけど日本の企業ってなったら、はいはい、あんまできてる企業って多くはないかなっていうふうに思っているところがありますうこう海外の,あの企業とかとの競合とかと見てるとちょっと負けてるかもなみたいなと、はい、こがあった時にじゃあ自分としてはやっぱ誰のために作って最後届けるところここをやっていきたいなと思ってい 最後その就活の軸みたいなものとして設定をしてそれができるような職種は、うん、何かってところでこう、まあ、いろんな企業メガベンチャーであったりとかメーカーとかうん、うん、コンサルティングファームを選ばせていただいたんですけど、うん、意外にそのせっかちな性格だったんではい、はい、<laughs> もう1年目からやりたいなと思ってた時にはい、はい、じゃあ持っている手札の中からどこができるかっていうと、うん、それが、まあ、当初はハウテレビジョンだったっていうところが最後決め手になったっていうところで。うん なんかこう面接の中でのこうきっかけだったりとかエピソードって思い出深いエピソードとかあったりしますか なんかこう、こう池口さんにこれを言われたからとか。ああ、あります。あります。はい、えっと、私こう、大抵先の人たちに。一つ同じ質問を絶対したんですね。それが何かというと、一人前になって、どれくらいかかりますかみたいな。まあ、今考えると、ちょっと視座低いなみたいな質問してるんですけど。まあ、当時せっかちだったんで、まあ、できるだけ早くやりたいんで、その環境ってどれくらいあるんだろうみたいなところを確かめるために、その質問をしたときに。まあ、当社の。 その責任今の責任者やってる方が「どれくらいとかいいから1秒でも早くなってよ」って言われてこれだって他の会社がこう制度としてちゃんと例えば職ョブローテーションがちゃんとあってこういう研修の期間があるよみたいなこうむしろこう手厚くやるよみたいな感じの多分 ニュアンスでおっしゃってくださってると思うんですけど逆に刺さらなくて最後、1秒でも早くなってみたいなそっちのほうが手厚い研修制度とかジョブローテとかではなくもう、なんでしょうねやるっていう、なるほどなるほど。なんか、実際に池内さんはメンターとしても岡田さんを入社前から見られているというところだと思うんですけど、一人前なれてますすかかどうでまだまだ。思いますが その入社前からもそうですし、まあ、入社前の思いというかうちがどうこうというよりはどういう人生を歩みたいかというところをずっと私はそれこそ,のそ,ろそろ内定承諾してもらうまでまでずっと問い続けていた中ではい、はい、それで実はずっとブレてないんです多分今もブレてないと思っていてそこに向けてすごくやっぱトライはし続けてくれてるなと思ってますし、うん、特にこの唐さんでいうとこの1年。 1年半ぐらいの成長はすごく凄さましいものだったなと思っていてそれはだから私の目から見るとさっきの話にもちょっと違った物事を捉える目線が大きく変わってきたなというところとあの誰かに与えていただいた大きなミッションあの小さなミッションではなく大きなミッションをどうするかすごくずっと向き合ってくれてるんですけどもそもそもこのプロダクトどうしたいかっていうところまで考え始めてくれたのが大きな成長のきっかけだったなと思っているので。 まままだまだではありますがうん、うん、すごく急速に成長はしてくれてるなと思いますしうん、うん、おそらくその、まあ、リーダーという肩書きってどうしてもそんなに大きな役割になってないような印象を受けるかもしれないんですがまあ特にそのスタートアップだとリーダーって結構いるイメージはあります。はいうんすね、なのでおそらくその一般的な会社と比較をさせていただくとリーダーという肩書きの方々にお任せしてる責任領域がすごく大きいので、うん、その中ではすごく。 向き合っていただきながら、まあ、苦戦もしながら、戦ってくれてるんだろうなという印象は持ってます。なるほど。リーダーとして、こう普段どんな仕事、をどんな業務に向き合っていらっしゃるんですか、岡田さん。直近ですと、まあ、外資就活って、どこに向かっていって、最終、最上の価値提供って何でしょうかってところが。意外にも、実は決まってなくて、ずっと。あ、そうなんですね。はい。じゃ、外資就活は任せますと、なった時に。 あれどうしようみたいなうん、うん、っていった時期がしばらくあったんですね。うんうん、なった時にやっぱここがないと今向き合えないのでじゃあここを皆さんで作っていきましょうっていったところを今一番向き合っているところかもしねうん、うん、じゃあもうそもそもの,そのプロダクトの行く先みたいなところを戦略立てて。ですよ 任せられて,るっているとうころですね戦略を立ててるるところからら任せれう戦略も多分目標とまあ現状があってそこのまあギャップを埋めにいくことが戦略だと思うんですけどま,あまず目指すところがなかったんで先の目指すところどこでしょうみたいなところから入って今やっているっていうのが、まあ、リーダーを任せられていただいて、はい、一番最初に取り組んだことですしーその手前からこうした方がいいんじゃないかって話は まあ日々させていただいてたんでじゃあそこをやってくださいというところで、うん、まあ実際に肩書きが後からついてきたみたいな感じなのかなとなるほど池内さんにお伺いしたいんですけど、はい、まあ社員の,その能力開花に関してなんかこう会社としてどんなふうに向き合っていらっしゃいますか。そうで先ね。まあ先立った例えば研修制度がみたいなもちろん一定程度存在しているんですがそれはもう一つの入り口でしかないと思っていて、うんうん、基本的にはもう積極的に機械提供していくことだと思っています。うんうん そのできることを繰り返してても、まあ、もちろんその中に成長というものはあるんだと思うんですけれども、はい、まあ新しいことにトライをしていく中で足らないものに気づいてあったり、うん、ま先ほどもお伝えさせていただいたような流れはあるかなと思うんですが、まあ、積極的に機会を提供する権限を移譲していくっていうことによって、まあ、学びのサイクルを生み出していくっていうことでしかないのかなと思っています。であとははもう一つは あの先ほどにもありましたようにその自らの,その能力があまずはその発揮される環境づくりをするための、はい、まあ問いかけをし続けるっていうところはまあもちろん制度の際は多少出るんだとは思うんですが、はい、まあ私もそうですしその部長人だったりマネージャー人に対してはまあ強く求めているところにはなりますのでまあやっていく中でどうしてももがき苦しむだったりだとかうどうしても辛い時期が長くなるみたいなこともあった時にじゃあそこってどういうふうに。 まあやる気スチを押していくのかみたいなところも含めてやっていくのがまあマネージャーの役割かなと思ってますので、そのあたりがまあ結果として機会が多く提供されて、まあ低下された掴みに行ってっていう感覚が近いかもしれないですね。で、その中で成長していくってことに繋がっていくんじゃないかなと思ってます、ね、実際に岡田さんもガキ苦しんだ時期もありました。<laughs> ありましたね。それこそ一年半とか一年っていう話があったと思うんですけど、ちょうど一二年前ぐらいから。 なかったものはなかったのでそういったものであったりとか外出かつマーケティングチームの組織のそのものとかもまだ全然整ってない状態なのでそれをやりましょうという話になった時に正直やったこともないんでどうやってやったらいいのかとかどうやって人を巻き込んだらいいのかとかも全然分かんなくて結果的に何も進まないみたいな成果も何も出てないみたいな。とににゼロかからららですずっっ年いそれやてて当時は今うけど部長こ 進んでないねみたいな <laughs> <laughs> ストレートなフィードバックもらって、はい「はい進んでないです」みたいなことをずっと言っててようやくこう「ここに向かいましょう」って自信を持ってやっぱ言えるようになってきてから少しずつさっきの能力開花じゃないですけれどもちょっとずつ物事が前に前進するようになってきてあのもがき苦しんだ時期もありましたがまあそういったものがようやくちょっとずつ見えてきてるっていうまあ今の状態かなと。 なるほどありがとうございます。はい、ちょっとまだまだお話を伺っていきたいところではあるんですがあっという間に終わりの時間近づいてまいりましたので最後ですねあのインターン本選考のご案内を含めて学生のメッセージをお願いいたしますので、はいえー、我々もともとずっとインターン経由での採用という流れをずっと、はい、まあ 新卒規制、まあ、岡田さんの世代からやってきたんですが、まあ、これからちょっと採用を本腰入れてやっぱ強化をしていきたいという中で、まあ、チャンネルといいましょうかその入り口を増やしていいるというののが今の状況ちょっとオータムのインターンちょっともう応募が締め切りといいましょうかもう終わってしまっているんですが、うん、えその本選考のプロセスというものはご用意させていただいていますので、まあ、本日からあの募集開始をさせていただいています。 でまあ処理選考をさせていただいてその後まあ面接を複数回させていただいて内定出しをさせていただくとまあそんなプロセスになっていますのでまあ先ほども申し合わせ通りまあチャレンジをして自ら磨き上げていきたいだったりとかあのそういう方にとってはすごく面白い関係だと思うのでまずは一度えトライアしていただけるといいのではないかなとは思っておりますありがとうございますでは最後にあの岡田さんからも、はい、ぜひ学生の皆さんに向けて背中を押すメッセージ、はい、お願いいたしますはいありがとうございますあの私がまあ 何年前でしたっけ？あれ、3年前4年前最初にやったの、はい、？4年ぐらい4年 <laughs> 4年ぐらい前4年ぐらい前ですね。4年ぐらい前にこうこうまあ、この応募をさせていただいて、はい、まあその選考過程の中でも、実は能力開花っていうものにすごく向き合って。くださいましたし、今私自身が逆にリクルーターとして入ってるんです。けれども、はい、向き合わせていただいている。 って中で、まあ興味が仮になかったとしても、実は私なかったんですけど、ニュ、うん、応募した時点では。あそうなんですね。<laughs> なかったんです、えー全た。全くなかった。そのギャップをね、埋めに行ったってことですね <laughs>。ですです。ですな。なんですけど、なくても応募してほしいなっていうふうに思っていて、それが私たちとして関わってくだされれば。はいはい、こう皆さんのキャリア、であったりか能力開花に向き合うことができるので、うん、そういった方を一人でも増やしていきたい。うんうん っていう中で、まあ、そこに、まず、なんか気軽な気持ちで応募していただけたらなというふうに思っております。で、まあ、その中で、能力開花って、こういうふうにやってるんだみたいなものに、もし興味を持っていただけたら。まあ、ご入社いただけたら、すごい嬉しいなというふうに思っているので。まあ、本当に、なんか、とりあえず、怖いもの見たさに応募してみて、いただくぐらいの気持ちで。はい、な、あのエントリーフォーム、イエス書いていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。今回はハウテレビジョン、池内さん、そして岡田さんから、お話を聞いてまいりました。ありがとうございました。 ありがとうございましたありがとうございました